はい、レオンです。今回はヤフオクの方でね、落札したドラゴンボール水着の女性セクシーカード18枚の開封&商品紹介ね、やっていきたいと思います。今回久しぶりにね、ファイヤーセブンからの紹介やっていきたいと思います。あとピヨコとマユの紹介で面白いね、商品だったんで、ちょっと落札の方をちょっとやってみたんですけど、こちらですね、完全未開封シュリンク付きドラゴンボールセクシーカード18枚セット、絵柄コンプリート虹色レリーフ超レアホイール絶版ってなってますね。3990円で落札しましたね。自分より高額に入札してる人いたんだけど、終了した後にね、終了前に、終了の1日前ぐらいにね、最高入札者がなんかオンラインアカウントが削除されたんですよ。で終了してそのままになってたんで、この出品者の別の出品中の商品の方から質問欄からその説明やったんですけど、で時点落札者繰り上げで落札できないかっていうふうにちょっと質問したら、自分が一応落札になってるんですけどね、なったんですけどね。ちょっとこちらですけどね、これ水着のやつでキラキラ光るやつなんですけどね、ドラゴンボールに登場したキャラクターですね、女性のみ。リレーザー、このリブリアンっていうのはちょっと知らないですけど、あと人造人間18号とか、とビーデル、これはサタンの娘ですよね。このイレーザーっていうのは誰だったかな、ちょっと忘れたんですけど、あとマロン、これはクリリンの元カノですね。でこれはブルマで、これビーデルですね。であとランチ、人格が変わるんですよね、こっちの方に。でこれ父、これ悟空の奥さんですね。これはユーリンっていう感じで、これはなんかバドス、ヘレスこと人造人間21号が2種類か。で同じやつもあるのか、チライ、ザンギャ、こういう感じで。これ昨日届いたんですよ。昨日だったかな、一昨日だったかな、ちょっと忘れたんだけど、見せれないやつもあるからね。今のこの ID 大丈夫ですよね。半年ほど前に購入した海外製の同人カード18枚セットになります。コレクション整理のため出品します。綺麗でちょっとエッチなカードです。水着にまで虹色リリーフが入っている豪華仕様です。現在は絶版となっているので手に入りにくいものです。画像のカード18枚すべてお送りします。メルカリとかでも、メルカリとかペイペイフリマとか、最近ラクマっていうのも始めたんですけど、このヤフオクもなんだけど、各フリマサイトで出品されてるんですけどね、大体これね、相場がね、18枚今回これの価格が大体6000円とか7000円とかね、出品してる人もいて、安くてもね5500円ぐらいですかね。だから安くで買ったんですよ。送料も一応無料で、でこう1枚1枚出品してる人もいるんですよ。1500円、1800円とか、そういった感じで。早速ちょっと紹介していくか。結構ね、出品してる人が多くて、高値で、これで送られてきてましたね。これ何だったかな、クリックポストかなんかだったんで、これ2枚一応別々であるんだけど、もう1枚はね、別で紹介するんだけど、紹介、内容がちょっとね、紹介できないやつなんですよ、一応あれは。もう一つもドラゴンボールのセクシーカードなんだけど、あれはまた別で動画撮るかちょっと考えてからですね。
いや、分かりやすいよりこうやってチェック入れてるんですよ、あの水着のやつは。こうやって これこちらですね。こちらはちょっと別の同じドラゴンボールなんだけど、女性のカードのセクシーカードだったんだけど、あれはちょっとどうするか考えてきますね。結構安くで、相場より安くで買ったんですけど、こちらですね。ちょ、あ、この人ね結構考えてくれてる。テープもね折り目つけてすぐ剥がせるようになってるんですよ。こういった感じで、これですね。まだ開けてないんだけど、こちらですね。こうやってキラキラ光ってますよね、水着の部分が。もうちょっとアップにしようかな。ちょっと並べるんで、これちょっと裏はこういう感じになってますね。で、亀仙人とか、亀仙人とクリリンがバックにいるんですよ。こういった感じで一旦綺麗に撮りたいんで、一旦切ろうかな。一旦切りたいと思います。ね、裏やったら、あの裏ね見たらね、ちょっと穴ちょっと破れてたんですよ。わざと破れやすいように、このシュリンク剥がしやすいようになってましたね。こういう感じで、これ一枚一枚、これはビーデル、こういう感じで、これ並べるから最後シュリンク、あー、このカード、セクシーカード、こういう感じで水着のところ光ってるんで、で、これがヘレス、これがマロン、こうやって感じ、ちょっとこれプロフィールっていうか説明書いてますね。ビーデル、水着のドラゴンボールの女性キャラクターって書いてますね。ビーデルと世界チャンピオンであるミスターサタンの娘、スペシャルって書いてますね。で、これがヘレス、リブリアンたちが暮らす第二宇宙を担当する破壊神。で、マロン、クリリンの元カノマロンちゃん、こういった感じで、で、ザンギャ、地球戦略、地球侵略をもくろむボージャックの手下の好一点でって書いてますね。で、バドス、第六宇宙の破壊神の付き人を務める天使で、これ売ったらね4000以上で確実に売れるから5000ぐらいで売れないかな。メルカリとか、あのペイペイフリマ、楽も出品者負担で出品するから、だいたいこれはユーリン、チャイナ服を身にまとった美女であるが、バックも光りますね。カメハウスになってますね。
これが人造人間21号、ドクターゲロが作り出した女性型の人造人間。でこれはランチ、クールビューティー金髪のランチさん。ビーデル、世界チャンピオンであるミスターサタンの娘。なぜかビーデルだけ何種類かあるんですよ。3種類があるのかな。水着のところが光ってるでしょ、こうやって。あ、これいいね。人造人間18号、好戦的で正確で言葉遣いも荒く究極のビジョン。こうやって光で水着のところが光るんで、キラキラ。リブリアン、第二宇宙の魔女っ子、女戦士で緑髪の美少女。ブルマ、ドラゴンボール永遠のヒーロイン、ヒロイン。水着が光ってますよね、こうやって。父、悟空の妻、少女時代から成長するまでの数年間に。チライ、若き不良少女で男勝りな気の強さを見せる。イレーザ、黄色短髪の可愛い女子大生と ご飯の同学。人造人間21号、ドクターゲロが作り出した女性型の人造人間。人造人間21号も2種類あるんだな。ランチ、クールビューティー金髪ランチさん。で最後にビーデル、世界チャンピオンであるミスターサタンの娘。最後これちょっと並べるから、これちょっと並べるんで一旦切ります。いいですね。あの並べようと思ったんだけど、ちょっと撮るの忘れてるのがありますね。あのさっきのあの水着なしのやつのうち9枚のうち8枚はね、水着ありのやつの同じキャラクターですね。これ人造人間18号のやつですね。でこれでブルマで父でビーデル、ビーデルは2種類あった、あ1種類だっか。で ランチが2種類ありますね。あビーデル2種類ありますね。でランチも2種類、人造人間21号。この8種類はあるんで、これ一旦切るんでね。はい、続きですね。綺麗に並べたんでね、これで終わりたいと思います。今回あのヤフオクの方でね落札したドラゴンボール水着の女性キャラクターセクシーキラキラカード18枚セットのね開封&商品紹介やってみました。こういう感じで、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。もう一枚ちょっと考えてからですね。もう一枚もドラゴンボール水着の女性、水着じゃないんですよ、あれはあのセクシーカードにはなってるんだけど、ちょっと考えてからやるんでね。サムネはこういう感じで、ちょっとのスクショで撮るんで、こうやって。あ、待ってよ。このペアコナーここに置いた方がいいかもしれないな。その方がもっと寄れるんで、今手持ちに変えてるんですよ。
ってね。この方がまだこの方が寄れるからピュアはもうちょっと良しとおげかもしれない。この方がもっとアップで映せるからこういう感じですね。これちょっと後で動画であのスクショちょっと撮ってサムネイルにするからこういう感じか。こういう感じで寄った方がこういう感じだな。でピュアはもうちょっとできたら真上から撮った方が綺麗にいいんでね。斜めやるよりは斜めから撮るよりはさ、こういう感じで一応動画撮ってこういう感じだね。はいはい、失礼します。